日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日もどっちについて。はいはいはい、皆さん元気ですか。はい、次の質問ですね。チョコレート、ダークチョコレートとミルクチョコレート、どっちが好きですか。はい、ダークチョコレートとミルクチョコレート。僕はミルクチョコレートです。はい、僕の奥さんはダークチョコレートです。僕はちょっとダークチョコレートはあまり好きじゃない。特にカカオ 90% みたいなダークチョコレートはちょっと苦手ですね。ちょっと苦すぎる、苦くて苦手。はい、ちょっと甘いミルクチョコレートの方が好き。そしてホワイトチョコレートも悪くない、ね、結構好きですね。でもホワイトチョコレートはチョコレートじゃないですね、あれはね。はい、次の質問。テレビとラジオどっちが好きですか。テレビとラジオ。はい、ラジオは今はほとんどないですね。まあ、あるけど、まあ、ポッドキャストの方が人気ですよね。じゃあテレビとポッドキャストどっちが好きですか。もちろん皆さんはポッドキャストですよね。はい、じゃあ日本語コンテッペと他のポッドキャストを比べない、はいはい、比べないですよ。次はですね、どっちどっちどっち。じゃあ傘、雨が降った時に傘を使いますか、それともレインコートを使いますか。傘ですか、それともレインコートですか。僕はまあ普通は傘ですね。普通は傘を使います。そして台風の時は両方を使いますね。両方、まずレインコートを着て、そして傘を差します。はい、じゃあ次の質問、カメラの質問ね。カメラ、携帯のカメラ、 iPhone とかの携帯のカメラを使いますか、それとも本当のカメラ使いますか。ね、カメラいろいろありますよね。いろいろソニーとかニコンとかキャノンとかね、それは日本の会社ですね。カメラ、そういうカメラを使いますか、それとも携帯電話のカメラを使いますか。僕はやっぱり携帯電話を使いますね。便利ですからね。だけどカメラの写真は好きですね。そしてやっぱりフィルムカメラの色はいいですよね。特別な色、フィルムカメラには特別な色がある。それをとても懐かしい感じがしますね。はい、それではまた皆さん、チャオチャオ、スタルエゴ、またね、またね、またね。